やっほー、あやでーす。はい、ということでですね、今日は私、毎月いくら使ってるんだろうっていうのが、ふと気になったんですね。あんま、本当に計算したことがなくて、さすがに、私、こう見えて、自分の会社を持ってるんですよ。自分の会社を持ってて、まあ、一応私が、取締役委員長みたいな、なんかあるじゃないですか。なんか一番、なんか偉いみたいな。なんかまあそういう人なんですけど、会社をね、ちゃんと設立してるということで、一応社長ということなんですね。なので、毎月ね、どんくらい使ってるとか、何にどんくらい使ってるとかがね、ちゃんと把握してないわけよ。なんか私結構、今月いくら入ったかとかも、なんか全然確認しないし、で本当にお金に関して、全然ね、前向きに捉えてなかった。前向きっていうか、なんか前向きになんか接していなかったっていうか、なんか感じなんですよ。だから、一体自分はいくらどれに使って、いくら使って、毎月いくら使ってんのかっていうのがとても気になったんですね。だから今回はそれを計算していこうと思って、企画にしました。イエーイ！ということですね。やっぱ、ピューモンと毎日移動したりしてるんですけど、やはり電車とかに乗ると、ピグモンが横にいるおかげで、バレるんですね。で、電車乗ってる時とかでも、あれみたいな。一時期、なんか最寄りですっごい話しかけられるようになっちゃって、それで、あ、これはちょっと、家バレが怖いと思って、そっからタクシーで、移動するようになったんですけど、もう本当に生意気なことに。だから、私的に、今からね、計算して、やばいと思うのは、絶対、交通費が絶対やばいと思うの。あと、洋服とかも結構毎月買うから、洋服代とかもすると思うんだよね。食事は意外としないんじゃないかなって思う。なんか、あんまり行かないから、外食は結構するけど、ウーバーとかあんましないし、まあ、あんま行かないんじゃないかなと思ってるんですけど、予想的には。でもまだわかんないんですけど、とりあえずね、今からこの、今月の領収書が全部ここに入ってるんですけど、これを今からね、一個一個計算して、やってみたいと思いまーす。ということで、今から計算してきまーす。はい、それでは今からどんどん計算していきまーす。はい、ということでですね、計算し終わったんですけども、もう本当に私は今、がっかりっていうか、やばい生活を毎日送っていると実感しております。正直本当に、多分視聴者の人にも惹かれる。本当に惹かれる。絶対に惹かれる。絶対に惹かれる。その覚悟で私はもう発表させていただきます。まず、一番ね、私が使ってると思われていた交通費の方なんですけども、1ヶ月でなんと15万9890円。やばくない？交通費1ヶ月15万ってさ、普通にさ、家賃分でほとんど。やばい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 、15万も乗ってると思わなかった、まさか。でも私、悪い癖があって、なんかね、1帰宅したくなっちゃうの、すごく。なんかちょっとでも時間あると、1帰宅してもう1回都内出ようみたいな感じで、すぐ1帰宅しちゃうから、倍かかってるわけよ、1帰宅してる分ね。だから、それで多分めちゃめちゃ高くなってるのもあるし、だいたい仕事の時は私が、ピグモンと一緒にいる時も私が全部払うから、それもあるし、友達とね、タクシー乗った時とかも、何？あ、じゃあ、もう払っとくよ、みたいな感じでカードでこう払うわけよ。後からもらったりしてるんだけど、だから、あ、じゃあとりあえず払っとくね、みたいな感じで払ってたりするから、まあこの分これだけ払ってるかって言われたら多分こんな払ってないと思うんだけど、でもまあ大体こんくらい。大体っていうか大体全部、もう自分で払ってるから、まあ交通費はね、こんな感じかなって思います。ガチでやばい。だから私ね、もっと都内に引っ越したいのよ。都内だったらさ、タクシー代とかもさ、安くなったりとかさ、あと歩けたりするじゃん。歩いたりちゃんとしたいから、ちゃんと今お家を探してるので、もうちょい都内に引っ越そうと思っております。 そしたらね、タクシー代とかもね、結構減ると思うんだよ。そしてですね、次、食事代。これも驚きの結果も、こんな使ってると本当に思わなかったです。食事代、16万5378円。食事代だよ。だってさ、普通の一人暮らしってさ、食事代ってさ、月3万とかじゃないの？普通に自炊とかしたら。ね、本当にやばいんだけど、頭おかしい。何に使ってるのかわかんないんだけど、でも私、これ言い訳してほしい。あ、言い訳させてほしい。みんなでご飯食べに行くじゃん。これもまた、私ね、本当にね、現金を本当に持ち歩かないの。だから、友達とご飯とか行った時も、割り勘ができないのよ。ごめん、本当お金持ってないわ、みたいな。
だからカードで払わせてみたいな感じで、あやが全部カードで払うのよ、最初にね。もらってるんだけど。だからそれで、あやが全部カードで払ってるっていうのもあるし、あと、おごりとか、男気で決めたりするのよ。誰が払うかみたいなやつで。それで負けたりとか、あと、領収書じゃんけん、をするのよ。領収書誰がもらうかみたいな感じで、友達と、領収書じゃんけんして、勝ったらもらえるみたいな感じをよくやるんだけども、よくやるんだけど、それで多分勝ったりして領収書もらってるみたいな感じだから、そんなには食べてない。友達の分も、ここに入ってるからって感じ。12万ぐらいだと思う、食費。これは本当に、本当に言える、本当に。でもなんかこの前もなんか撮影終わりにうなぎを食べに行ったのよ。で、うなぎ、じゃあここ男湯にしようみたいな感じになって男湯をしたんだけど、勝った人が払うみたいな。で、その時ね、6人分のうなぎをおごったのよ。で、それが3万9000円すんのね。で、6人分におごってるから、だからそれとかも普通にある。だから多分ほんと10万ぐらいだと思うや、マジで使ってんの。10万は持ってる。11万、10万以上だと思うけど、こんなにはない。あと、スーパーにね、私全然行かないのね。で、スーパーで買ってるのが、なんか、スーパーで行った時に1800円とか、2300円とか、スーパーでそのくらいなのよ。で、コンビニも私あんま行かないから、水とかしか買わないから、そんななくて、本当に、コンビニとかの領収書も5回しか行ってないんだけど。そんなはずはない。1ヶ月でさ、4回しかさ、コンビニ行かないことってある？いやでもあんま行かないな、コンビニマジで。コンビニでも全然買わないし、本当は外食が多い。本当に外食。ダメ！本当に外食が多い。ダメっつってでしょ？飲まないで。って感じかな。こんな使ってないです。言い訳させてもらうと。とっても言い訳なんですけども、こんなには使ってないです。次はですね、日用品？生活用品とかなんですけど、こちらはですね、驚きの結果。41,714円。生活用品はなんかドンキでなんかシャンプー買ったりとか、なんかそういうトイレットペーパー、トイレットペーパーを買ったりとか、なんかそういう感じなんですけども、ドンキで爆買いするんだけどよく。さ、6月の動画かなんかでさ、ドンキ爆買いみたいなさ、動画出してると思うんだけど、その時の全部が、合計が1万3000円。ドンキで買ってて、その後は、ベアのおもちゃとかも生活用品に入れてるんだけど、ベアのおもちゃは1430円もしてるよ、ベアちゃん。ご飯の食べるやつ。ベアがよく噛んでるおもちゃみたいなやつがあるんですけど、それを買ったりとか、あとは、フランフランでこの前、ベッドシーツとかを全部揃えたんですけど、それが2万3000円フランフランで買ってるから。で、一回ね、マッサージに行ったのよ。肩こりとかのマッサージがあって、まあそれが12,100円だから、まあこれもこの中に入れてるんですけど、まあ合計5万ぐらいですね。生活用品っていうか、生活の時になんか必要だったよみたいなやつは。これは別にまあ普通なのかな、わかんない、普通なのかわかんないけど、まあこんな感じということで、次、衣装代ですね。洋服代なんですけど、ほんとにやばい。衣装代は私、ザラとかアトモスピンクとかよく行くんですけど、アトモスピンクは毎月行くんですよ。私毎月絶対買うんですけど、衣装代が一番高かったです。驚きの結果、29,192円。なあ、こんな使ってるわよ。嘘でしょ。なんかそんなさ、使ってるイメージないんだけど、自分では。でも私正直これも言い訳をさせてほしい。とってもとってもとっても、ね、ザラでね、9000円のなんかジャケットみたいな白いジャケットを買ったのよ。でまあそれだけで買ったんだけど、今日はイエローっていうヒール屋さんみたいなのがあるんだけど、そこで1万8000円のヒールを買ったと。で、アトモスピンクは今月1ヶ月、私ね、アトムスピンクで絶対ね、月でね、2回ぐらい行くの。原宿とか行くときに絶対寄って行くから、私、アトムスピンクめっちゃ行くんだけど、で、毎回毎回2万円とか3万円とか買ってるんだけど、今回ね、月に1回しか行ってなくて、2万2000円しか買ってない。これはもう本当にあるとしては、本当今年、今月やったぞっていう感じ。で、アトムスピンクはまあ毎月入るんだけど、あとは、ビビアン、今日買ったんだ。ビビアンで洋服を買いました。あと、これは本当に言い訳で、ディオールでね、こういうね、ゴールドの、このやつが欲しかったのよ。ゴールドのネックレスとか、指輪とかが欲しくて、じゃあ揃えようってなって、このディオールのネックレスと指輪を買ったんですよ。ちょっと指輪つけてくるね。こちらですね、まず指輪はこんな感じ。これ。これ可愛いでしょ？これと、
ネックレスのこれゴールドのやつを買ったんですけど、これで2つで112,200円、ほとんどこれです。言い訳させていただけいただけれるのならば、やっぱさアクセサリーって高いじゃん。ディオールを買っちゃったよってわけ。これがなかったらそんないかない。だってね、とあともう一つ言い訳があります。これは3万円のサングラスを買ったんですよ。サングラスってね、高ければ高いほどねちゃんと目に優しいから、高めをおすすめします私的に。あとねもう一つね言い訳があって、とってもとってもこれ言い訳なんだけど、アウトレットに行ったのね私今月。いや、アウトレット行ったんだけど寒いと、めちゃめちゃ夜が寒くなり、本当に私薄着で行ったのよ超ね。本当に寒い本当に寒いってなって、じゃあ上着を買おうってなったので、それでバーバリーに入ったらとっても可愛いねセーターがあったんですね。それがなんと88,000円と。じゃあそのバーバリーのちょっとやつ持ってくるね。こちらですね、こちらのバーバリー、これがアウトレットで8万ということ。ね、これをね、これが8万だったっていう、寒かったからしょうがないっていう、これとね、ディオールのあれがね、あれをね、買わなかったらね、8万9千しか使ってないのよ。本当だったら、これとこれ買わなくと、これ買わなきゃね、8万9千円。まあ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 、使ってるけど、まあ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 ってとこじゃない？誰にとかじゃありません。自分に言い訳してます。こんな感じですね。はい。月にね、私がいくらに使ってるかというと、686,366円です。はぁ。多分みんな引いてるよね。本当に。本当にごめんなさい。引いてますよね。私も引いてます、正直。本当に終わってると思います。本当にすいません。で、何をね、改善していこうって私は決めました。洋服をね、高いブランド品を買わない。毎月毎月ね、こう、なんか見ちゃうのよ。やっぱこういうさ、ブランド品とか行くとさ、買いたくなっちゃうの。だから、行かないようにする。あとは、ご飯とかも家で食べれるようにする。ちゃんと自炊をすると。交通費に関してはしょうがない。でも、歩くようにする、ちゃんと。こんな感じですね。ちょっとゲップとも言葉なくて本当に申し訳ないんですけども、毎月毎月ちゃんと考えて、まだ20歳というね、若さでね、この金額を使ってるのは、本当に親にも顔を合わせられないし、友達にも顔を合わせられない。でもね、ちょっとね、これもまたちょっと言い訳なんですけども、私税理士さんと一昨日ぐらいに、打ち合わせをしたんですよ。で、その時に、私これでも、税金にとっては使ってない方だと。まだまだ全然足りませんと、領収書が。去年すっごい税金取られたの、私。もう領収書が足りなさすぎて、もう死ぬほど税金取られて、すごい悔しい思いをしたのね。だから、なるべく、こう、使えるときは使おうっていう気をしてるのよ。結構税金に取られるならみたいな感じで、税理士さんにも、いやまだまだ多分足りなくて、今年も税金で苦しむことになると思うので、みたいな、頑張ってちょっと使ってみてくださいみたいに言われたのよ。でも私は多分これ以上ね、もう使うことは多分不可能なの。私結構貧乏症だし、割と洋服とかもなんかなんていうの、結構ね買えなかったりするのね。ちょっとでも高いとやめたりするし、意外とケチなの。こう見えてなんかすごい、いやここはこれでこんなに出すのはもったいないとか結構思うタイプだから、なんか全然買えなくて、私は気づいたの。家賃をちょっと高いところに住んで、あんまりお金を使わなくてもいいようにしようっていう計画を今ピグモンと立ててる。だからちょっと豪華な家を今探してる途中でーす。ちょっとマジうざいよね。本当申し訳ない。本当にすいません。でも本当に私はでもよく言ってるじゃない、ザラでこれ高いとかこれ安いとかこれ高いとか言ってるけど、金銭感覚は本当にみんなと一緒なの。私金銭感覚はマジでみんなと一緒で、多少ねずれてるかもしれないんだけど、洋服とかなんかそういうものに関してはちゃんとなんか何高っとか思うし、だって洋服とかも私韓国サイトとかで全然いいのね、2000円とか3000円とかで。だからそういうところは安心してねっていう話です。はい。でもちゃんとね金銭感覚が狂わないように、ちょっと今日ね改めてちょっと自分のちょっと使ってる額が本当にすごすぎたということで、やばすぎたということで気をつけます。ということでですね、こんな感じで私のお金の事情でした。ありがとうございました。ということで終わりまーす。バイバーイ。